しますのでお願いいたしますね。66代横綱若乃花、花田正史さん。お兄ちゃんのお父さんの花田正史さんです。花田正史さん、ありがとうございました。68代横綱朝青龍八幡さん。朝青龍関でございました。今の会見は8点です。70代の横綱春祭り。ありがとうございました。さあ続きまして伊勢ノ海隼人さん。一門の伊勢ノ海部屋の師匠です。ありがとうございました。志向山栄一さん。寺尾幕竜関は寺尾関に憧れて相撲の世界に入りました。ありがとうございます。村風富道さん。福島出てるね。ありがとうございました。勝ち方は豊重さん。大間賞。大間賞たちですね。
大島正夫様。極天候今の相撲界では本部出身力士先生ですが、その足跡を築いたのが極天候の大島さんです。現在は大島部屋の師匠として力士の育成に当たっていらっしゃいます。師匠です。72代横綱二所ノ関豊さん。
清方さん。元殺臭などの竜田山さんです。術業の大先輩です。ありがとうございます。さあ今度は最も新しい時代の横綱ですね。73番横綱照ノ富士佐藤さん。一門の力士です。特殊飾り屋で何度一緒に稽古をしたことでしょうか。お互いに胸を突き合って強くなってくれました。高橋一郎さん。入門の希望をしてたまたま井筒部屋に顔を出したんですね。その時に勝利を決めて入門の方法を教えたんだそうです。そんなことがあって